輝く新田恵美です。どうもどうも、こんばんは。はい、ニコ生ラブライブアワー M2 ファイトクラブ。この番組は時にはゲストさんと、時には番組スタッフさんと、そして時には番組を見てくれているラブライバーの皆さんと楽しく真剣にファイトしていこうという番組でございます。11月です。今週水曜日11月12日に、はい、プランタンのエイヤフレンズが発売になりました。イエーイ。皆さんも買って聞いてくれたかな。お、ありがとうございます。なんか本日もオリコンデイリーの方でご意見いただいたそうです。あ、止まってる不思議な顔で止まってますね、映像が音声は大丈夫？え、止まってる？聞こえてる？あ、これやって大丈夫？あ、よかったです、よかったです。はい、はい、そしてありがとうございますということと、18日から実はローソンの方でコラボキャンペーンが始まるんですけれども、今その予告みたいなのがローソンさんで聞けるのかな。実はほのかがねナレーションをさせていただきまして、はい、ついにファイトといえば商品の宣伝をほのかがさせていただく日が来るとは光栄でございます。18日からのキャンペーンはよろしくお願いします。なんかコップがもらえるらしいので、ぜひぜひチェックしてください。はい、そして11月21日にはブルーレイの第6巻も発売になるということで、皆さんもちろん予約してくれてますよね。ありがとうございます。そんな感じで今日も楽しくいろいろやっていきましょう。早速スタッフさんから挑戦状が届きました。エミツーへ、今回もやっちゃってください。本日のエミツーファイトクラブの見どころを歌で紹介。エミツーファイトだよ、ファイトだよ、じゃねっつーのでも、もうすでに今週はですね、作詞済みでして、いい感じのがいけるんじゃないかな。では、やってみましょう。やっちゃいます。本日の見どころ、ミュージックスタート。始まりました、ファイトクラブ。ライブまで2ヶ月半となりました。ダンスリハで筋肉痛なのか、脇腹が少し痛いけど、今回もエアファイトからは逃れられないで。おお、今日のゲストはハナカットウミちゃんの幼なじみだよ、チュンチュンチュン。久しぶりの一緒のニコ生、何が起こってもファイトだよ。ということで今回も頑張りましたよ。ありがとうございます。それでは1時間お付き合いよろしくお願いします。エミツーファイトクラブスタート。それでは今日もキレよくいきたいと思います。私のシュートであなたのハートに、あ、違う、あなたにハートハートのなんだっけ、私のシュートであなたにハートのマーク。
こんな感じです。はい、若干戸惑ってます。いろいろ理不尽なことが起こると思いますが、はい、心を強くいきましょう。はい、というわけで、本日はね、みなみかたりちゃん役のうちをお迎えして、はい、いろいろお話だったり聞いていきたいと思います、はい、じゃあ早速最初のコーナー行ってみましょう。最初のコーナーはこちら、ゲストとトークでファイトだよ。トークテーマやメールをもとにラブライブの魅力や裏話を紹介していくコーナーです。はい、要するにトークコーナーでございます、うん、はい、じゃあうちにはいろいろと、はい、スケッチブックも用意していただいたということで、はい、じゃあ最初のトークテーマに行ってみましょう。はい、最初のテーマはこちら、テレビアニメ2期の中でうっちーが特に印象に残っているシーンをイラスト付きで教えて。はい、はい、ということで私が印象に残っているシーンはこちら、じゃん、ほうです。スノハレのシーンですね。スノハレのシーンというか9話ですね、まあ、9話のところで、はい、まあ、うんうん、今まではまあほのかを、ね、後に ついていくっていうと、まあ、あれですけれども、うん、その、まあ、ほのかに可能性を感じて一緒にラブラミューズやろうよって言い出した小鳥ですが、うん、まあ、2期でそんなほのかをなんかこう背中を押すというか引っ張っていく、うんうん、自分からほのかを知った激励するシーンで、すごくこれはですね、まあ、言っちゃえばやろうって海、うんうん、ちゃんを、まあ、巻き込んで始めたのは小鳥でもあるのかなって思ってるので、うん、このシーンはすごくちょっと個人的にはグッときましたね。そうだね、うん、なんか海ちゃんもだし小鳥ちゃんもだけど、なんかすごい二人の本音というか、うん、グッと出てくる強い気持ちが聞けたよね、このシーンはね。なんか海と、うん、海とだって海ちゃんと小鳥ちゃんは2期ではあんまりそんなに心境を言ったりとかするシーン、うんうん、そんなにやっぱりこの2人はなかったんですけど、うん、やっぱこのシーンにグッと込められてるかなと思って、すごい大事だなって思いながら演じました、うん、いやでもあのシーンでもちろんほのかもね演じてて、2人がそうやって言ってくれるのがね、なんか心強くもあったし、うん、あとねすごいね純粋に嬉しかったなってね私も思った、うんうん、なかなかそうほのかがいつも走って2人がついてきてくれるから、うんうんうん、なんかそうじゃなくて、あ、こんな風に思っててくれたんだっていう気持ちをっていうところにねほのかも込めて、うん、いいよねこのシーンね。ねえ、本当にこの諦めちゃダメの前のねついていく、本当に死ぬ気になれば何でもできるよって言って自分から進んでいくところは成長したなというか、うん、微笑ましかったですね。はい、じゃあ続いてのテーマに行ってみましょう。はい、続いてはこちら、テレビアニメ2期のアフレコ現場でうっちーが特に印象に残っていることがあったら教えて。だん、お、みんなで宿題これね、本当にアフレコが昔結構昔すぎて、なんか面白いことあったかなと思ってたら、うんうん、すごくねこれを思い出してね、多分ほら今まで私の前に8人みんな来てるから、うん、みんなが言ってなさそうなことないかなと思ってたんだけど、これ誰も言ってない。本当、うん、よかった。多分ね私たちだけしか何のこっちゃ分かってないからね説明すると、うん、もう持ってる人もたくさんいるかもしれないんですけども、はい、複製原画に9人がこうね寝そべってる複製原画に全員がサインをしてるんですけど、はい、そのねアフレコが終わった後にみんなで宿題と言ってサインをね、はい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 ってこう横にみんなでバケツリレーみたいにしながら書いたのが、うんうん、なんか大変だったけど、なんかそういうみんなで居残り宿題みたいな感じで、ね、楽しかったなと思って。あれですよね、ラブカーを
集めるともらえる複製原画があるんですけれど、そちらに9人でサインをさせていただいてて、あれ本当にちゃんとね直筆で書いてるからね、うん、そうなんですよ。たまに役名書き忘れてて、こうね、あの周りのスタッフさんがこれ役名抜けてるよって言ってあの居残りしたり、後で、うんうん、はいこれが抜けてた分ですって言って追加が来たりして、みんなでイエーイとかうわーとか言いながら、1抜けたとか言ったらね、本当にそうやってたのがね、あの楽しかったですね。はい、いやでもだんだんさ、みんなこれやってるうちにおかしなテンションになってくのなんか最初すごい気合い入れて、うん、こう丁寧に描いたりしてて、うん、だんだんなんか流れたり、私なんかリンゴにエミって書くんだけど、うん、何枚かはね多分エニになってたりあのエンミになってたりとか、そういうのがね、そうそうそう、混じってたりするのもね、みんなで頑張った証だからねね、そう楽しかったなって、うん、こういうやっぱりね、なんだろうな、ラブライブにも通じてるけど、うん、大変だったけど後で思い返してみて、うん、あれ良かったよねって言えるのがなんか青春っぽくていいなって思いました。そうですね、うん、これ順番、これは、これね、これは、これ海ちゃん、これ海ちゃん、これ小鳥ちゃん、うん、これりんちゃん、りんちゃん、でこれ花よちゃん、花よちゃん、間違えちゃったっていう顔はい、なるほどね、うん、これ大抵私最後まで書き終わらないんだよねいつもねリーピーが意外と早いの、早い、うん、うん、そうだんだん、あとみんなスピードアップしていくよね、うん、この輪がね、 うん、そうなんです。で、あのそうだそうだ、インクが乾く前にさ、こうどんどん積み上げていっちゃうじゃん、うん、だからそれがつかないようにスタッフさんが間にこう紙を入れたりしながら工夫しながらねやってるんですよ。やってた、ね、うん、そんなんで、そんなわけでね、あの手元に複製原画をお持ちの方は、はい、私たちの血と汗と涙が染み込んだそちら、ぜひ大事にしてください。はい、はい、じゃあ次のテーマに行きましょう。続いてはこちら、ライブやイベントの裏話があったらイラスト付きで教えて。はい、これもね、なんか何がいいかなと思ったんだけど気に入ってるから、これお、多分ね、あの裏話とかじゃないんだけど、うん、来てくれた人は知ってるかもしれないんだけど、プランタンでランティス祭りに出させてもらって、はい、うん、みんなでプランタンやでって自己紹介したのが、したすごい楽しかったの、うんうん、なんかね、来てくれた人いるかな、うん、あ、通天閣ね、通天閣ねそう、歌詞も ね、 ね、あの関西バージョンにしたんですけれども、うん、そう、たこ焼きおいしいねとかね、ね、で、おしかちゃんが通天閣もって、何が正解だったんだろうねな、なんだろう、通天閣はおいしいのかい、おいしいの、おいしくない通天閣は何だったら正解なんですかね。ね、なんだろう。大きい？大きい ね、 ね。とか？うん。そういうことなのかな。かな、そうだけど ね、 ね。そういうのがやっぱならではだなって思って、うんうん、そうプランタンで、あのなんだろう、移動したっていうか、なんだろう、うんうん、みんなとじゃなくてプランタンで出演したのは初めてだったから、うん、すごい楽しかったなって思って。楽しかった。振り付け講座もやったしね。ね。そう、そう、振り付け講座が実はあの、ま、時間もね、うん、ライブだったんでいろいろステージの時間って決まってるじゃないですか、うんうん、でもやっぱりね、こう巻いたり押したりとかっていろいろあるんですよ、うん、で、ま、プランタンのステージは、ま、押しちゃいまして、うん、なんでこの振り付けを本当にもっとゆっくりやりたかったんですけど、うん、入ってきたね、よし行くよみたいな感じで分かったよねみたいな感じで無理やり曲に入っちゃったんだけど、そうそう、ちょっと今正しいのやっとく、やっとく、そう、でもね、私後ろ向いてみんなと同じね、ポーズをやったの。お、左、左、右、右、胸、胸、前、イエーイ、イエーイ、イエーイ大丈夫、バッチガンツだけど、ガンツだけど大丈夫、はい、ということで、落ち目をついたところでね、はい、ピュアガールズプロジェクトでね、純粋宣言、イエーイ、イエーイっていうのを、はい、やりました、ね、やります、ね、なんかまたやれたらいいな、はい、ね、プランタン大好きだよ、はい、というわけで、はい、私たちのトークファイトいかがだったでしょうか、はい、以上ゲストとトークでファイトだよでした。それではここで1曲お聴きいただきたいと思うのですけれども、はい、まあ、プランタンの話題も出たところで、うん、今週水曜日に発売にもなったところで、はい、はい、
プランタンの新曲、はい、AA フレンズをご紹介したいんですけれども、こちら感想メールもたくさんいただいております。ありがとうございます。はい、なのでご紹介しますね。ラブライバーネームキャミオさんからいただきました。ありがとうございます。キャミオ、プランタンのニューシングル AA フレンズが発売になりましたね。うん、現在何度もリピート再生をして聞き込んでいます。普段から身近にいる友達をしっかり大切に扱うというメッセージを強く感じ、改めて周りを見直そうと思いました。そうね、いい曲だよ、ね、これ泣きそうになっちゃったもん、うん、鼻声になっちゃうと思ってね、途中で鼻かみながらレコーディングしましたこのね、そう、このジャケットのさ、永遠フレンズの、なんかこの下町感、永遠フレンズみたいな、ね、そう、これね、秋葉原の街で、うん、そう、なんかこの私服なのもまたね、いいよ ね、 いいね、3人でね、はい、花代ちゃんが行きたいって言ったアイドルショップに行ったのかなとか ねドラマをね考えちゃうよね。テープとかなんかそういうのは食べたりはするだろうね、きっと ね。はい、じゃあ続いて紹介します。ラブライバーネーム UDJ さんからいただきました。ありがとうございます。永遠フレンズ聞きました。ありがとうございます。スクフェスで以前からよく聴いていて、プランタンらしい可愛らしい歌だなと思っていたのですが、曲が発売されて歌詞をじっくり聴いてみると、はい、これはアニメ2期が終わって一つの夢を成し遂げた後の心境を歌っているのかなと想像しました。アニメ2期の終盤を思い出してじんときてしまいます。ね、そうなんだよ、まあ、プランタンだけの間、ね、ここのね、幼馴染の間柄とかもあるけどさ、やっぱね、みんなメンバーともっていうのもあるもんね。あるね、すごいね。はい、まだまだ紹介しますよ。ラブライバーネーム、ワノさんからいただきました。ありがとうございます。ワノ、エミツー、そしてゲストのウッチー、こんばんは。こんばんは。プランタンの新曲、永遠フレンズゲットしました。ありがとうございます。なんと、12日のオリコンデイリーでは3位だったとか、おめでとうございます。ありがとうございます。そんな永遠フレンズですが、歌詞に夢見て、笑って泣いて、過ごした日々を輝けと入っていたり、ユニットの曲ながら、ラブライブという作品全体にも通ずる素敵な青春ソングだと感じました。ありがとうございます。そうですね、はい、ということで、たくさんの感想もありがとうございます。そんな、キラキラ可愛いプランタンらしい青春ソングを聴いていただきたいと思います。はい、それではお聴きください。プランタンで永遠フレンズ。エミツファイト劇場。なんか一瞬なんか変な感じだった。見れんだり何だったんだろうね。はい、こちらはですね、原案キミの桜子先生書き下ろしのほのかとゲストメンバーの掛け合いセリフを紹介するスペシャルコーナーです。はい、今までにはですね、あのニコちゃんと宇宙人はいるかどうかという議論だったり、リンちゃんとね、無人島に何か一つ無人島に持ってくるなら何を持ってくみたいなお話だったり、前回はあののぞみちゃんとハロウィンなんでね、どんないたずらしたいみたいな話をしましたけれども、まあ小鳥ちゃんとほのか、まあね、長らく一緒にいるからね。そうだね、どんな話をするんだろうね。なんか相手のね、考えそうなことも分かってそうですね。そうだね、なんかどうなんだろう、温度感とかも、そのさ、幼馴染じゃない、も知らないことはあるのかな、みたいな、いい感じですね。どうなんでしょうか。さてさて、それでは本日のシチュエーションはこちらです。ほのかと小鳥が壁ドン、頭ポンポンなど男性の萌え動作が話題になっているけど、2人はどんな動作に萌えるというお話をしたら、そうなんですね、よく聞く単語だね、壁ドン。壁ドンよく聞きます ね最近ね。私はさ、壁ドンって聞くとさ、うるさいよって欲しく思われたのに隣のうちからちょっとくしゃみしたら壁が薄くてうるせーって言われるみたいにね。そう、ね、怖いやつやん、それ。怖いやつだよ。そっか、へえ、男性の萌え動作ね、なんかある？うち個人的にみたいな。あのね、私ね、喉仏が好きなの。へえ。あの、女性にはないじゃない、喉仏って。だから男性の喉仏が動いてるの見ると、ほうって思う。あ、じゃあ、みんなうっちーの前だと意識してこうごっくんってしたりするのか。そういうことなのかな。それ面白いね。今の言っちゃったら、今度なんかうちのお渡し会とか
ふとした時に、ね、わざとは意識してじゃないのね水をたくさん飲めばいいとかそういうことではない、ね、そうそうそう、はい、はい、そうそう、私は、うん、なんだろう、あ、なんかはにかんで笑う人、はにかんで笑う人、笑う時にこう、うん、こう後ろに引いたりする笑い方が好きかもな。え、もう一回言ってちょっと、ちょっと照れ屋さんみたいな感じ。あ、そう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 、照れてるのが好きかもしれない。あ、うん、キュンとしますね。はい、そんなわけで、うん、じゃあ果たしてほのかちゃんと小鳥ちゃんはどうなんでしょうか。はい、では行ってみましょう。エミツーファイト劇場スタート。萌え堂さん、壁ドンに頭ポンポンって。あー、なんか最近そういう話題たまに見かけるよね。でもほのかはそういうのはなんかよくわかんないな。そもそも私たちの学校は女子校だもんね。普段男の人と会う機会もほとんどないし。ほのかなんて一番最近家族以外で男の人と話したのは、多分一昨日買い物に行った時に近所のスーパーのおじさんに、あれ大根もう売り切れですかって聞いた時くらいでやだほのかちゃんってば、なんだかお母さんみたいね。お家のお手伝いいっぱいしてるんだね、えらいねそう言われると嬉しいな。ほらもう11月でしょ、年末が、年末が近づいてくると。あ、なに、もう一回やって。年末年末が、年末が近づいてくると、うん、私は何かと忙しくなってくるんだよね。そうだよね、うん、贈答品の需要もあるし、年末に向けてのお餅作りもどんどん始まるしね。だからやっぱりせめて買い物くらいは私も手伝わないと。あ、さすが老舗の娘、今度はなんかかっこいい。みんなもね、あんこやきなこに飽きた時はお店で大根買ってきて、ピリッと辛い おろし餅、みんなもこの冬はなかなかおすすめだよ。はい、小鳥も今度やってみます。ということで、話は萌え堂さんに戻るんだけど、あ、そうだった。はなかってはすぐに話が出すんじゃない。何なんだって。すぐに噛んだり話が脱線したりしちゃうんだよね。まあね、小鳥はね、萌え堂さんって言ったら、うん、あ、実は一番ドキドキしちゃうとっておきのがあるんだ、言ってもいい？すごい、さすが小鳥ちゃん、そういうのもちゃんと知ってるんだ。うん、聞いてみたい。教えて、小鳥ちゃんのドキドキ萌えポイント。やっぱりコスプレ大好きな小鳥ちゃんのことだから、マントをひらりと翻す白馬に乗った王子様にガツンとドキドキさらわれたいとかかな。そういうのじゃないんだな。あのね、うん、小鳥が今世界で一番ドキドキする動作は、うんうん、なになに？あのね、ミューズのライブでいよいよライブ本番の時とか、あ、リハーサルの時なんかもそうなんだけど、これからステージでみんな衣装の着替えをするって時にね、鏡が一つしかなくて全然自分の姿をチェックできないまま着替えなくちゃいけない時ってあるでしょ？うん、あるある。ミューズは9人で人数多めだし、更衣室はいつも込み込みなんだよね。鏡は移動式のキャスター付きのやつが持ち込みで1台あるだけだしね。ステージ前は音源チェックとか照明の打ち合わせとか他にもやることがいっぱいあるから、いつも何かと時間がなくて、結局自分たちの身支度はもう最後の最後に大急ぎでやらないといけないってなることが多いじゃない？ねえ、あれって不思議だよね。この前の文化祭のステージとかもそうだったけど、毎回毎回次こそは時間に余裕を持ったタイムテーブルにしようってみんなで話し合って決めてるのに、なんであんなに時間がなくなっちゃうんだろう。ねえ、それはほのかちゃんにも理由があると思うけど。あ、ごめん、そういえばあの時ほのか遅刻したんだった。それでね、着替えの時襟の詰まったハイカラーの衣装だと時々自分ではボタンの位置がよく見えなくて困る時ってあるでしょ？あるある。おまけに急いで焦ってるからなかなかはまらなくて。そういう時ね、私が何度も失敗してますます焦ってると、
横から何も言わずに無言で誰かが手を出してきてスッとボタンを止めてくれるの。小鳥の両肩を掴んで正面を向かせるとそっと差し出されたほっそりした手が小鳥の顎の下で見えないうちに器用に動いて、その間ね、相手はじっと襟元のボタンを見てるから目線は合わないんだけど、お互いの体温が感じられるくらいすごく距離が近くて、なんだか恥ずかしくなっちゃった小鳥が思わずみじろぎすると、ほら、じっとしててとか言われちゃったりして、はぁ、小鳥、もういつもどこを見てたらいいかわからない気持ちになってドキドキしちゃう。誰が？誰が？ほのか、そんなことしたことないよ。それは、内緒。ああ、ずるい。小鳥ちゃんでもここまで来て、それにそれって男の人の前動作じゃなくて相手は女の子じゃん。だって私もほのかちゃんと一緒で最近男の人と話したことすらあんまりないんだもの。やっぱり実際の女子高生ってそんなものだよね。うん、私たちはスクールアイドルだもの。男の人の萌え動作なんて全然よくわかりません。これからも清く正しく美しいスクールアイドルのミューズをよろしくお願いします。はい、というわけで、はい、今回は君野先生とても気合が入っておりまして大作でございました。ねえ、でもいいな、なんか久しぶりにこうやって小鳥としてこう長い物語を読めたから楽しかった。いやでもちょっとほのかがドキドキしちゃいましたね。まさか自分のことじゃなかったと。誰なの誰なのね、誰なのね、誰なの。とね、いやー気になる気になるところで話が聞けずに終わってしまいましたが、はい、皆さんどうでしたか。どうでしたかね。修羅場だって。あ、そうね、若干ね。でもなんかあのこのライブリハーサルとかのね、うん、舞台裏とかなんかあれ自分たちのことかなってちょっとそうそうね、あったよね。そう、はい、こうやってリボンをすって直したよね。いつも結構こう衣装とかもメンバー同士でこう上げてとかねやったりしてるしね。やったりしてる。はい、ね、直してあげたい、ね、リアリティがあったね。はい、そんなわけでほのかと小鳥のやりとりはいかがでしたでしょうか。以上、えみつのファイト劇場でした。えみつへやってきました、クイズコーナー。番組を見てくれているラブライバーのみんなはちゃんと準備できているかな。ということで、えみつん、ファイトだよ。ファイトだよ、じゃねっつーの。はい、番組を見てくれているラブライバーの皆さんとクイズでファイトしたいと思います。今から4択のクイズが出題されるので、はい、うちと私は2人で相談して回答していきます。番組を見てくれているラブライバーの皆さんはユーザーアンケートで回答してください。一番投票数の多かった回答選択肢がラブライバーの皆さんの回答となります。はい、最終的にラブライバーの皆さんの方が私たちより正解数が多かった場合はなんとスペシャル壁紙をプレゼントしちゃいます。その上、うっちーと私には屈辱の罰ゲームが待っております。あらまあ、その罰ゲームとはえみつんファイト罰ゲーム、ということでエンディングの終わりで2人でお題のものとエアでファイトをしなければなりません。うん、ちょっとでもやってみたい。そっか、うち、え私はもうね、これ以上心の傷をね、ダメ。でもうちがやりたいって言うなら、うん、大丈夫、
頑張るよ、頑張るし、多分あの私たちが罰ゲームになったところで問題が終了する流れになると思うんだ。あ、そうだ、いつもの感じだったね。うん、まあ、でもたまには勝つのもありかななんて思いつつ、早速行ってみましょう。え、そうなの？あの、うん、だいたいやらなきゃいけない感じなの？あ、そうなの？じゃあ頑張る。そうね、そう、サービス業だから。そうだね。うん、それでは最初の問題でーす。はい。テレビアニメ2期第1話、ラブライブの張り紙の右隣の張り紙に書いてあった文字は、1、喋らない、2、走らない、3、忘れない、4、踏まない。走らない。え、走っちゃダメなの？でも忘れないことも大事だよ。踏まないのも大事だよ。踏まないのも大事。喋、うん、らないのは辛いから多分喋らないじゃん。そう、喋んないと仕事にならないからダメ。そうですね。だったし廊下でほら、うん、ほら歌ったりしてるから多分喋ってはいいんだと。噛まないとかにちょっと変えてもらう。噛まない。噛まないように気をつけるとかね。じゃあ1はちょっと噛まないの方にしていただいて。そうだね、喋んなきゃダメだもん。喋らなきゃダメだから、じゃあ1番は噛まないということで、どうしようかな。ねえ、どれだと思う？走らない。走らない。うん、でもこれ私たちの選択肢、皆さんにバレちゃダメだから。あ、勝負だから。あ、そうなの？じゃあ噛まない。じゃあ私も噛まない。今日はもう噛まない。あー、でも踏まないにしとこうかな。踏まない？うん、何を踏まないかによるよね。あー、画鋲を踏まない？危なそうなアドレスは踏まない。そういうこと？じゃあ、うち決めて、決めて。OK、では、あげてください。はい、私たちの回答はこちら。走らない。皆さんの回答はどちら？噛まない？あれ。2番、走らない。ということで、同じ回答になりましたが、正解は、踏まない。うそー！なんと！あー！うそー！びっくり！踏まないことが大事だったそうですよ。あ、ね、あのそういうなんか、ね、知らないアドレスから来ても、うん、押しちゃダメだよっていう、知らないアドレスは踏まないっていう。踏まない。はい、じゃあ続いて次の問題です。はい、問題。はい、ほのかのお母さんのエプロンに書かれている文字は、1、ほ、2、ま、3、母、4、ほ。まあ、音声だけじゃ伝わらないので、文字で、シャリシャリ感じで。なんか2個あったね。はい、1番は、ほ、ひらがなでほですね。うん、2番は、ま。あ、3、母。4、ほむらのほ。さあ、どれでしょうか？どれだろう。どうだろうな。まって何？ママのま？ママのま。でもほのかお母さんって呼んでるしね。うん、なんだろう、なんだろう、ま、なんだろう、ま、あー、ますみのま、朝のますみさんのま。そう。なるほどね。あー、まあるね、ありますね。あとでもほらほら、やっぱり老舗だからさ、うん、あのほのさ、片っぽが消えちゃって、まとかもありうるかな。 あるかな、うん、地元だって長野駅、何年か前、長野駅の左消えてて長野尺になってましたからね。長野尺。でも個人的にはやっぱりそのますみさんのまも捨てがたいな。まね、まあ捨てがたいね。さあ、
私たちの回答はお願いします。こちら4のホムラのほ。はい、皆さんの回答はでん。おー、同じくホムラのほ。そして正解はひらがなのほ。いやー、ずれてるずれてるずれてる、引っかかってやんのもうね、最初に、最初の方なんか皆さん圧倒的に正解が多くて、うん、あの別窓でググるんじゃないって言ったら本当にみんな勘でやってくれてて、なんかいいリスナーさんたちだなって思ってるんです、思ってるんですけど、うん、ね、あの皆さんがね、あの正解しないとスタッフさんがね、いつも苦い顔をするんでね、あの頑張ってくださいね。あ、これさ、私たちは正解しなくてもいいってこと？そうですね、私たちが正解しないと、罰ゲームルートに入りますね。あ、で、これやっぱ正解しなきゃいけないんだよね。正解すると、そう、あの私たちが嬉しいルートに入る。あ、オッケー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 、正解していいやったよ。いいんだよね、いいんだよね、いいんでしょ。はい、続いての問題です。はい、問題、花代ちゃんが使っているビデオカメラに書かれている文字は、うん、1、LL 2、KH 3、HD 4、GHN。 あ、え、どういうこと？1番はラブライブかな、うん、2番は小泉花代かな、3番ハードディスク、うん、4番 GHN って何ですか？ご飯、ご飯、なるほど、ご飯。はぁ、へぇ、どれだろう、全然わかんない。どれだろう、わかんないな。普通に言ったらさ、うん、ハードディスクとか。ハード、ハードディスク違う。ハードディスクって、あれ、あれ、ハードディスクってなんだ。ハードディスク、ハードディスク、あのビデオカメラはハードディスク、ハードディスクじゃないよ。テレビの録画とかするやつだよね、あれ。あ、機械のことわかんない、わかんない、何にわかんない。ハイビジョン違うか、何に、なんだろう、ご飯。これはでも花代ちゃんの私物じゃないよね。じゃあご飯じゃない、花代小泉でもない。でもラブライブってその、そさあ、このさ、ラブライブっていうものはさ、うん、大会名でしょ。そうだね。でもラブライブじゃなくて別に、なんだろう、このカメラがラージ、ラージサイズかもしれないよ確かに。なんだろう、なんだろう。さあ、もう勘ですね、勘ですね、うち行っちゃってください。わかんない。じゃあ、これ OK、 私たちの回答はこちら、3番ハードディスク。さあ、皆さんの答えは、あ、割れた。まさかの4番ご飯。ほう、そんなことある？そんなご飯なんてブランドのさ、ビデオカメラさ。正解は3番ハードディスク。イエーイ、イエーイ。本当に初めてなんですけど、こんな展開。ちょっとびっくりしてるよ。ほう、やった、普通に言って合ってたの。ラストの問題は10ポイントです。イエーイということで、いきますよ。はい、うっちーがゲストということで、うん、南小鳥ちゃんクイズ、パフパフ。南小鳥ちゃんの誕生日といえば9月12日ですが、ウィキペディアの9月12日の記念日の項目に記載されていないのはどれ？うん、1、宇宙の日。ああ、2、クイズの日、うん、3、鳥取県民の日4、水路記念日。そうなの？え、嘘？3つは書いてあるってことですよね。嘘な、嘘っこのやつを見つければいいってこと？そう、914
914じゃない912、うん、あじゃあこれはこれでしょう。そうだね、これはこれでしょう。そうだね、これはこれだね、うん、そのままだね、うん。え、水路記念日って何？多分、うん、君が水路を通った日から今日は水路記念日今日は水路記念日それ違うやつですね君が水路を作った日だよなんだろう、鳥取県民の日。なんで鳥取なの？キュンチュンだからかな。キュンチュンだから。あちょっと怪しいね、怪しいね。でももしかしたら鳥取県民の日ってすごく新しい記念日で、うん、あの小鳥ちゃん推しのラブライバーさんが決めたのかもしれない。そんなことそんな県庁の人やだなそんなんで県民の日決められちゃったら困るようん、そっか、あれでもうちの中の答えはもう決まっているのかなあ、わかんないよ。ほんと？え、じゃあ行ってみましょう。はい、10ポイントをかけて。私たちの回答はこちら。まあ、3番かな。鳥取県民の日が不正解かなと。では皆さんの回答を見てみましょう。どうぞ。正解はクイズの日じゃないや、皆さんの回答はクイズの日。え、クイズの日が書いてないってこと？嘘だ、嘘だ、嘘だ。だってさ、912でしょ。クイズの日だよ。でしょ、ね、正解は2番、ね、クイズの日。の日は1月9日の記念日の項目に記載されています。とんちで有名な一休さんにあやかり、一休の語呂合わせから来ているそうです。いやなんでや、語呂合わせちゃうな。912ってさ、だってさクイズでしょ。うそ、鳥取県民の人ごめんなさい想像の中の、小鳥ちゃん推しのラブライバーの県庁に勤めてる方、はい、ごめんなさい。あの来年から県を挙げて、お誕生日をお祝いしてもらえると、はい、そうですね。来年の小鳥ちゃんのお誕生日にはね、鳥取県民の皆さんという感じでね、あのお祝いしていかないとね。はい、ということで、はい、最終獲得ポイントの発表です。みつんチーム1ポイント、そしてラブライバーチーム10ポイントうそー、おめでとうございます。皆さんおめでとうございます。壁紙は本日この後22時半から公式サイトで配信スタートします。ぜひ手に入れてください、うん、ちなみにどういう壁紙なの？ね、小鳥ちゃんとほのかのスペシャルな壁紙がもらえますので、はい、楽しみにしててください。そして、ウッチーがやる気満々の罰ゲームはですね、エンディング終了後に行いますのでお楽しみに。以上、クイズでファイトだよでした。ここでラブライブからのお知らせです。今日も超盛りだくさんの内容になっていますので、一つずつちゃんとついてきてくださいね。もちろんお知らせの最後にはいつものあの公式の掛け声もありますので、皆さんちゃんと準備しておいてください。まずはテレビアニメ2期のブルーレイ第1巻から第5巻までが好評発売中です。はい、そしてテレビアニメ2期ブルーレイ第6巻が来週の金曜日11月21日にリリースされます。イエーイ。はい、第6巻のジャケットイラストは私が演じる南小鳥ちゃん、そして小泉花代ちゃん、そして特装限定版にはさっきね、あの流しましたけれども、小鳥ちゃんと花代ちゃんが歌う好きですが好きですかが収録されたミューズオリジナルソング CD6 もついてきます。さらに最終巻となる第7巻は12月25日発売です。第7巻特装限定版にはミューズファンミーティングツアーのチケット最速先行抽選申し込み券が封入されていますので、お見逃しなく。はい、好評発売中のテレビアニメ1期のブルーレイ特装限定版全7巻と合わせて楽しんでください。続いて音楽情報です。
ラブライブユニットシングルサードセッション第1弾のプランタンが発売してます。イエーイ。こちら、ラブライブスクールアイドルフェスティバル限定覚醒済み SR1 枚が入手できるシリアルコードもついてきますよ。高坂ほのか、稲見小谷、小泉花代の全3種よりランダムで1枚封入です。第2弾リリーホワイト、こちらですね、は11月26日、そして第3弾ビビは12月24日クリスマスイブに発売です。はい、続いてはスクフェス情報。スクフェスでは現在11月26日発売のリリーホワイトの新曲秋のあなたの空遠くを先行配信しております。はい、明日15日まで開催中のスコアマッチではランダム楽曲の一つとして配信していますが、16日0時からはなんと通常じゃないです、間違えた、特別楽曲としていつでも遊べるようになりますよ。ぜひ聴いてみてください。はい、続いては書籍情報です。君野桜子先生が書き下ろしてお届けするノベルラブライブスクールアイドルダイアリーシリーズ、その最新作秋の学園祭が発売中です。スクフェスの SR がゲットできちゃうシリアルコードも入っていますので要チェックです。そして PS ビータ専用ゲームラブライブスクールアイドルパラダイスの公式ガイドブックが11月20日に発売です。特典はなんとキラキラセンセーションのテレビサイズの楽曲、コスチューム、ステージがまとめて手に入るプロダクトコードです。ゲームオリジナル楽曲シャングリラシャワーの振り付け解説など見どころが満載ですので、ぜひお手に取ってください。はい、みんなまとめてチェックしてね。ねえ、えみつん、今お知らせした情報の詳細が知りたい人はどこにアクセスすればいいの？それはもちろんあそこに決まってるじゃないか。みんなももうわかるよね。それじゃあ一緒に行くよ。ラブライブ公式サイトだよ。以上、ラブライブからのお知らせでした。はい、ということで、はい、こちらで、皆さんから届いたメールを紹介していきたいと思います。はい、ラブライバーネームブワオさんからいただきました。ありがとうございます。はい、エミツンうちファイトだよからのジャネッツのジャネッツの、楽しい時間を提供していただいた感謝の気持ちを込めてありがとうの言葉とともに絵を送ろうと思います。え、すごい、私とほのかのじゃない、え、ほのかさんの、なんか衣装が変わってる。え、次のページ、お、これか。あ、すごい、写真じゃないんだ、絵なのか。なんか半分私で半分ほのかのイラストを描いていただきました。ありがとうございます。すごい上手、なんか皆さん本当イラスト上手ですよね。ね、そして、続いてラブライバーネームアングルオブアタックさんからいただきました。ありがとうございます。えみつうち、こんばんは。こんばんは。私は諸事情により短期間ではありますがロサンゼルスに住んでおりました。かっこいい。お菓子をコンビニへ買いに行こうと夜歩いておりました。この時に着ていたのがラブライブ一番くじの景品である T シャツだったのですが、遠くの方から小太りの中年くらいの男性が私に近づいてきて、ヘイ、と声をかけてきました。どうしたんだろうと思っていたところ、その男性は私の T シャツを指さして、俺これ知ってるぞ、ラブライブだろ、俺このアニメ大好きなんだ、お前日本人だろ、この出会いはきっと神が与えてくれた運命に違いない、とテンションマックスに。その後男性はラブライブの魅力を熱く語っていましたが、正直早口すぎて彼の英語にはついていけず、でもラブライブ愛はしっかりと伝わってきました。すごーい、すごーい、これだって英語で話しかけられたってことでしょ。うん、すごいね、うん、じゃあ、君と俺はきっとラブラ一緒仲いいラブライバーになれるよ、よろしくヘイブラさんみたいなことが芽生えたってことですよね。すごい、嬉しい、すごいね、ワールドワイドだね、ワールドワイド、うん、そうなんですか、ロサンゼルスでもラブライブが、まあまあまあ、ね、まあすごい ね、驚きですわ。ラブライブじゃなくて、え、なんだ、あ、なんでもない、え、なに、なんでもない、はい、じゃあ続いて、
ラブライバーネーム、はい、ジッチさんからいただきました、はい、ありがとうございます。女性の方ですね。えみつうちファイトだチュン、はい、ファイトだチュン。先日南條さんのツイッターに、うん、みかんの周りでミューズミュージックスタートの指を合わせた写真が載っていましたが、はい、フィフスライブに向けてフィフライブに向けてダンスリハーサルが始まったんですね。幸運にも両日ともチケットが確保できたので皆さんの公演を見るのがますます楽しみになりました。2期の楽曲がたくさんあるので大変だなと思いますが、うん、頑張ってください。ありがとうございます。そうだよ、もうとっくに始まってんだよ。そうです、ただいまリハ頑張り中でございまして、ね、うん、新曲をまりまり覚えてます、うん、そうだよ、はい、腰が痛いよ。腰、そう、腰に来るよね。来るよね。そう私はね、ひばりじゃない、ひばり左脇腹、なんだ、新しい小鳥ちゃんの妹かな。左脇腹がねちょっと痛いんですよ。ひばりちゃんが、私のひばりがはい、ね、うん、でもね、はい、それぐらいね、あのね、頑張ってるってことだよね。はい、そういうそういうことでございます。うん、はい、はい、というわけで、たくさんのメールどうもありがとうございました。これからもどんどん送ってください。さてさて、生放送でお届けしてきました、はい、うん、エミクのファイトクラブ、そろそろお別れの時間となりますが、うん、本日の放送はいかがでしたでしょうか。なんかね、ラブライブのニコ生すごい久しぶりな感じがして、ね、ちょっと緊張したけどね、だんだんね、あ、こんな感じでよかったんだと思って。そうなんですよ。そうだよね、何気に2人でやるのは初めてだもんね、うん、そうだね、ずっとね、うん、あのことほの海の時もことほの牧の時もずっと一緒にやってたけど、うん、そうだそうだ、二人は初めてだね。ねえ、頑張ってねあとなんかこの位置がすごく新鮮です、うん、あ、そうだよね、そう、うん、いつもことちゃんこっちにいるから。あれ、そうだっけ。そう、あ、そうだよ、そうだったね、そうだよ、ね、だからなんか不思議な感じがするんだ。ねえ、ねね、でも相変わらずこのラブライブニコ生のほんわりした空気が、はい、ほんわりしてます、はい、よかったね、はい、まあね、うん、皆さんにも無事壁紙をねお届けできますし、ね、私たちもそうですね、新しい、なんて言うんでしょう、うん、こう歴史に名を刻むというかね、あの黒歴史に名を刻むというか、そういうのもね、皆さんの笑顔のために何かができるなら、うん、喜ばしいことですよね。はーい。はーい、うん。というわけで、うん、一度もありがとう。はいはい、うん、次回のあいみつのファイトクラブは12月26日金曜日21時からの放送を予定しております。ゲストは徳井そらさん、飯田里穂さん、久保ゆりかさんのニコリンパナの3人も遊びに来てくれますよ。はい、どうぞお楽しみにです。12月26日金曜日21時ですよ。それでは本日のえみつのファイトクラブはここまで。お相手は新田恵美とゲストの南小鳥役の内田彩でした。バイバイ。バイバ さてさて、ファイト罰ゲームのお時間でございますけれども、だいたいこれはですね、あの本日なんか出たものか、うん、もしくはあの作家さんの独断と偏見で敵が決められるんですけれども、なんかね、すんごい噂には聞いてたわけですよ、うん、ね、だけどちゃんとさ、生放送で見れたことないから、うんうん、噂だけは聞いてて実際何やるか知らないの。そうなんですよ、恐ろしい敵と戦わないといけないという使命がありまして、うん、さあ、本日のエアファイトの今日のキーワードで覚えてるの？え？今日のキーワードで覚えてるの？うん、年末中？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 踏まない？踏まない？踏まない？踏まないね。踏まない、あったね。今日のキーワードなんかあったっけ？何？うん。本日は鳥取砂丘の砂を持ち帰ろうとする悪の軍団とエアファイト。あ、鳥取？そうですね。
そうだね、私たち謝罪をしないといけないから。そうだよ、あの想像の上とはいえ申し訳ございませんでした。いや申し訳ございませんでした。じゃあそんな申し訳ない気持ちも込めまして、うんうん、鳥取砂丘の砂を持ち帰っちゃいけないんですよと、うん、そういう悪い人たちにね、うんうん、ちょっと私ポケットに喉にシュシュするやつ入ってたね、このさ竹がさ短くて恥ずかしいんだけど、あれ本当だ、ツンツルてんだよはい、じゃあ、はい、うん、砂丘の砂を持ち帰ろうとする悪い人たちと戦いましょうか、うん、いいよ。どこにいるかな。どこにいる。まず砂丘に行かないといけないよね。いいよ。何で行く。タクシー。タクシー横付けシャーみたいなこと。とりあえずリュックしようかな。いいよ、砂丘だし、はい、うん、じゃあ水持ってこ。そうだね、砂漠、砂漠じゃないや、でも砂あるとこに乾燥するからね、うんうん、じゃあ行こうか。いいよ。さっ、ざっ、ざん、ブーン、あ、タクシーだったな。お客さん、どこまで行きますか。すいません、鳥取砂丘までお願いします。はい、高速使います。高速、あ、使っちゃってください。はい、とりあえず早く行きたいんで。はい、あ、どの辺に止めますか。目印ないからな、迷っちゃいそうだな。そうですね、まあ、じゃあちょっと適当なところで。はい、じゃあバン。適当だった。はあ、砂丘いい景色だな。どうですか、運転手さんも。あ、あのね、あ、うん、領収書はいる。領収書く、あ、ください。すいません、じゃあ、はい、ランティスさんで。あ、あのね、タクシーの領収書は名前いらないの。あ、そっか、そうでしたねじゃあスイカで払います。うー、あ、お客さん残高が足りないみたいです現金でいいですか。はい、現金でお願いします。はい、釣りはいらねえよ。あー、かっこいい。実はですね、運転手さん、うん、なんだい、とある情報を耳にしまして、うん、最近、うん、鳥取砂丘の砂を黙って持ち帰ろうとする悪いやつらがいるらしいんですよ。あれ、そうなの。そいつらからこの鳥取砂丘の砂を守らなきゃいけないんですよ、うんうん、そう、いっぱいあるからちょっとくらいいいわよ。ダメなんです、それがダメなんです。あ、ダメなの。ダメなんです。あ、そう。だから、うん、運転手さん、その悪い奴らと一緒に戦ってください。いいよ、本当に、うん、お願いします。いいよ、じゃあ一緒に行きましょう。あー、いた、あー、いた、砂を持ち帰ろうとしてる悪い奴らだ。あー、でもどうしたらいいんだ。ちょっとちょっと、あきらくんダメよ。え、あれ、知り合い、え、まさかの知り合い。え、ほら、あの、ほらほら、高橋さんとこの長男。高橋さんとこの長男、お長男のあきらさん。じゃあちょっと運転手さん、話をつけてきてもらって。砂丘の砂持ち帰ってダメだよ。あのね、あのね、最近働いてないんだってね。あのねダメだよ、そんなね、鳥取砂丘の砂なんてね、売ったってね、違いが分かる人にしか分かんないんだから。ねえ、早くね、分かって、お母さんが心配してるからやめなさい、こう悪いことは。ね、そう、そうだよ、おばちゃんがよく言っとくから。ね、分かった。ほら、じゃあお友達も早く、ほら、じゃあ謝りなさい、この、この人に。あ、はい、でも、鳥取砂丘の砂って、いい砂ですよね。あれ、こういうのじゃなかった。倒せてるんでしょうか。え、ちょ、いいの、いいの、ね、これいいの、いいの。砂にダイブ。え、いいの。あれ、映ってたというわけで、戻るの。なんで戻るの。なんで戻るの。いつもはどうやってた。
何でしたっけ名前。あきらくん。あきらくん。あきらくん捨ててもいいよ。あきらくん捨ててもいい。いやでもここはあきらくんで。あきらくんダメだ。ドクリー石油の砂を持ち帰してダメなんだ。ダメなんだ。どうしても持ち帰るというなら俺を止めてからにしろー。ザ。ああ頑張れファイトー目つぶし目つぶし目つぶし大丈夫目つぶしこっちの二人じゃもう目つぶし目つぶしどんな砂まみれだろう参ったか目つぶし目つぶし入って目に入っちゃった入ってあごめん飛んじゃったごめんなこうして鳥取砂丘の平和は守られたのだった。次回、あきらくん就職する。